ブームが過去最大の赤字に転落した。もともとここってあの社員が多すぎて、はい、何やってんのぐらい社員が多かったんですよね。僕ほら株式投資もしてるんで、はい、だからどう考えてもこれは脆弱性のあるところだなと、うん、ほら同じ動画をやってるし、はい、なんとなく内容もわかるわけですから、うん、見たけどこれちょっと人雇いすぎだろ多いと、そうですね、いうのずっと思ってましたね。赤字ではあるんですけど、はい、それでも売上200億ですからね、うん、はい、十分稼いでますよね。そうなんですよ。だから200億あってなんで赤なんだっていうね、うん、ちょっとびっくりしますよね。そうですよね、はい、いろんな要因があると思うんですけど、はい、過去最大の赤字に転落したウームが創業10年で迎えた危機、うん、決死の人員削減と事業整理を断行へと、うん、これ東洋経済オンラインの記事なんですが、はい、うん、創業から10年国内最大の YouTuber 事務所が危機にさらされている、はい、ヒカキンなどの人気 YouTuber が所属するウームは7月14日2023年5月期決算を発表した。売上高は230億円、営業利益は 1.9 億円の赤字と2017年の上場以来初の営業赤字に転落した。最終損益も、投資有価証券の評価損を計上したことで 10.5 億円の大赤字に沈んだということで、はい、うん、まあ、そのいろんな要因があると思うんですけど、はい、あのショート動画っていうのが一つキーポイントになるんじゃないかという指摘ですね、はい、ショート動画以外の通常の動画で再生数が伸び悩み、アドセンス、収入が落ち込んだほか、急拡大するインフルエンサーマーケティングへの乗り遅れやスマホゲームの開発期間が伸びたことが、減収減益の要因となったということですね、はい、まあ、やっぱ TikTok 人気なので、はい、YouTube も YouTube ショートっていうやってますからね、はい、1分未満のコンテンツを非常に推していて、はい、それはそれでかなりの再生数になるんですよ。そうですね、再生数だけは伸びるけれども、そうなんですよ、広告費が入らないと。そうなんですよ、全然儲かんない。であとみんなショートを見始めたことによって、うん、通常の動画見る時間が減ったっていうことですね。そうなんですよね、はい、ということなので、うん、なかなか広告収益が上がらないという構造に、うん、ショートは儲かんないし、うん、見てる人も賢くならないと思うんですよね。あ、結局もう衝動的な動画だけですからね。結構なんか、はい、見た後に覚えてない動画が多いんですよね、うん、なんかその1分の間にみんな衝撃的なことをやるから、うん、それが一発で消費されちゃうわけですよ。あ、そうそう、で次また来てまたなんか衝撃的なもので消費されてっていうのが繰り返しなので、はい、なんかあんまりあこれを見たなっていう、はい、うん、感じにならないですよ。時間だけ経ってますけどね。そうですね、すげえ時間見ちゃってんなみたいな。そう、見ちゃう、気づいたら30分ぐらい見たなとかあるんですけど、うん、じゃあ何が良かったかって言ったらそれないという、うん、はい、そうなんですよね、うん。いや、あとなんかあれこんなの見たけどなんだっけみたいな時にたどりにくいっていう、あ、もう一応履歴残るんですけど、確かにね、はい、あれどれ見たんだっけ、はい、みたいなのが分かりにくいっていうのがありますよね、うん、で僕もその去年かな、はい、一時期ショート投稿してみたんですけど、うん、確かになんか不意に数十万再生とかになったりするんですよ、はい、でそれでなんか収益とか、当時はまだその収益化っていうよりは、はい、なんか応援プログラムみたいなやつだったんですけど、うん、はい、本当お金にならないですよね。ならないです、うん、ならないです、ならないです。あれはならないです。数十万再生されても、はい、うん、どうしてランチ食えるかなみたいな。工数の割には絶対合わないので、うん、ただやっぱそういうただ働きする連中がいっぱい有名になりたくて出してるじゃないですか。出してますね。なのでちょっと怖いですよね、うん、そういうのばっかりが出てしまって、なんか空間としても、うん、もう知識とかそういうのじゃないっていう流れになる可能性ありますからね、うん、はい、ただチャンネル登録者は結構増えるんですよ。あ、今までその見てくれてなかった人が不意に出て見てくれたりするので、それはまあプラスにはなるのかなと。それはありますね、うん、はい、思いますけどね、うん、とある業界関係者によればショートから得られる広告収益は通常の動画と比べると微々たるもので、1億回の再生数に対して100万円程度なので採算は取りづらいということですね、はい、まあ、これ通常の動画だともうちょっといくと思うんですけど、はい、そうですね、はい、全然やっぱショートは稼げないと、うん、ウームは2021年、末頃からアドセンス収入の伸び悩みに直面し、一部のトップクリエイター頼みの構造となっていたことから、アドセンス依存の脱却を掲げて専属クリエイター数の、大幅削減をしてきたと。2021年5月末時点で313組いたのに、うん、23年5月末時点では181組、はい、
まあ、半減まで言ってないですけど、そうですね、まあ、かなり減らしてきたということですね、はい、その代わりに新たな収益の柱として育成を目指していたのが P2C ブランドやグッズ販売、契約解消となった専属クリエイターについてもブランド商品の展開がうまくいくか否かを基準に選別していると見ると関係者が多いということなんで、まあ、なんか今年あのミソキンですか、はい、あのヒカキンのプロデュースした、うん、あのラーメンが大ヒットしたりとかいうのはありますし、まあ確かにそのファンがいれば買ってくれることもありますからね、はい、それは結構いい展開だと思うんですけど、まあただどこまで買ってくれるのかっていう、ちょっとなんか頭打ちになってきたんじゃないかなっていうところはありますよね。最後にそれを消費して終わりかっていう感じはしますよね。もともとここってあの社員が多すぎて、何やってんのぐらい社員多かったんですよね。だからこれはどう考えてもいい会社じゃねえなっていう、僕ほら株式投資もしてるんで、はい、だからどう考えてもこれは脆弱性のあるところだなと、ほら同じ動画をやってるし、はい、なんとなく内容もわかるわけですから、見たけど、これちょっと人雇いすぎたら多いと、そうですね、いうのずっと思ってましたね。ウームこれ上場してるんですけど、はい、上場した時で、やっぱ1800円ぐらいの株価だったんですよ、それが最高でも6000円ぐらいまでいってたんですけど、今もう626円です。はいはいはい。だからない。その上場した時と比べても3分の1ぐらい。大抵のやつは損してるっていうんですよね、ほとんどの人が。そうなんですよね。はい、だから大株主として、やっぱこのトップクリエイターのヒカキンとか、株分配してるっていうのはあったんですけど、はい、うん、相当評価額下がってるでしょうね。そうですね。残念ながら。はい、まあ株持ってるだけで、まあ得といえば得ではある。まあそうですね。まあ最初に出資した時は。もっと安い値段でね、はい、買ってるでしょうから、600円でもあれでしょうけど、もう6000円見ちゃってるんで、はい、上って10分の1ですからね。であとこれから伸びていくのかっていうと、はい、ちょっとなかなか頭打ちなんじゃないかなと。そうですね、やっぱそのアドセンス収入っていうのは、あんまり伸びるビジョンないので、ですね、となると、はい、再生数以外の部分でいかに稼ぐかっていうことになってくると、はい、思うんですけど、はい、ただそういうのが順調になってくると、その YouTuber って事務所いる意味を失うんですよね。そうですね。あ、これ結構稼げるし、自分で事務所いらないんじゃないかなっていう、はいはいはい、だから事務所入る分やっぱ何割か抜かれるわけですから、 そうですね、はい、それ考えたらフリーでやった方が、なんか断然いいんじゃないかなと思う人は多いでしょうね、はい、まあ、僕もやっぱずっとこうやっていけるのってやっぱ個人だからやりやすいというか、はい、まあそうですね、あとまあこういうね、チャンネル登録してもらって、サブスクでね会員になってもらってるっていう、そうですね、そっちがありますからね。オンザモードはかなり先進的でしたよね、はい、2010年ぐらいからですか、はい、はい、そうです、やってたのはで会員を、まあ会員を増やすと、はい、ファンの会員を増やすと、だから YouTube の広告収益に頼らないっていうところが、まあそこも大きいですけどね、はい、大きいけど、やっぱりその、なんていうかサブスクで、そう、サブスクでっていうのは一応基本です、ですよね、はい、そしてもうオンザボードは社員を増やさないっていう、ああそうですね、徹底的に増やさない徹底的に、はい、徹底的に増やさない、はい、まあ、ずっとなんか、馴染みのメンバーでやってるっていう、ああそうです、はい、なのでちゃんと和気あいあいとね、楽しくやればいいじゃんというところですよ、まあ、編集が多かったら、まあ、なんかバイトとか、はい、そういうので賄っていくっていう、外注さんも手伝ってもらってと、っていう感じですからね、はい、はい、でウームも、まあ、ちょっとなんていうか赤字ではあるんですけど、はい、それでも売上200億ですからね、はい、十分稼いでますよね。そうなんですよ、だから200億あってなんで赤なんだっていう、ちょっとびっくりしますよね。そうですよね、はい、だってトップ YouTuber から、はい、まあ、ある程度お金もらってるわけじゃないですか、そうです、それほとんど多分、はい、原価かかってないわけですよね。そう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 、まあ、マネージャーつけたりとか、そうです、いうのはありますけど、言うてもどんな経営してんのっていう感じですよね、ちょっとだからお金の使いどころが、はい、なんか事務所もあれなんか今すごいいいとこに、六本木ヒルズにあったでしょ、確か、じゃなかったかな、あ、なんか移転したんですよね、はい、移転したのか、よりいいところに、あ、そうですか、はい、マジですか、今だからスタジオとか何個もあるような、はい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 、もうなんか芸能プロダクションみたいな感じで、そこで打ち合わせもできるし、編集もできるし、まあなんかいろんな練習だったりとか、大人数で使えるっていう感じになってるみたいなので、まあその辺がなんていうか先行投資しすぎた結果、なんかちょっと頭打ちになってきてるのかなということですよね。
いや、YouTuber の業界も分かんないですからね。そうですね。だってその、もともとのトップクリエイターって、今ある程度の年齢になってきてるわけですよ。はい、ヒカキンだってもう30代半ばとかになってくるし、で、ね、はい、初め社長だっても30代とかになってくるのかな、ってなると、今後やっぱ新しいスターを、ウームに入れていかないと、事業の継続が難しいですよね。そうです。ただ、新しいクリエイターって、それこそやっぱ独立してやってたりとかする場合もあるし、どう囲い込んでいくのか。あと、まあ、AI を使って、喋る、まあ、VTuber っていうかね、そういうのを作って、で、声すら、もう誰かの声を持ってきてとかっていう時代にもなっていく可能性ありますからね。まあ、実際、最近のツイッターとか見てると、明らかに AI で作ったろうっていう、その美女を追っかけてる、悲しいおっさんいますからね。ああ、そうそうそう。本物だと思って。はい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 。なんかあれ見てると、確かに、そういうなんか文章力上手い人とかが、まあ、それも AI でいいのかもしれないですけど、そうですね、やると、まあ、お金になるんじゃないかなと、ただやっぱ莫大な金にはならないですよね、なかなか。ネカマさんがいっぱいいますからね。そうなんですよね、いや、あれ悲しくなりますよ本当に、必死になって追いかけてる、そう、必死になって追いかけてる対象がいなかったら、確かに、そうですね、多分、まあでもそういう、まあ、いなくてももういいと思って追いかけるっていう時代になるんですよね。そうですね、まあ、その方が美しいですからね、美しいまあ事故は起こらないですね、そうですね、スキャンダルもないし、スキャンダルもない、その方がいいのかもしれないですけど、ね、中身はおっさんっていう、そうです、いうことですね、アイモグさん、先週の放送で中身がおっさんの AI ビジョンに群がるおっさんをバカにされていましたが、認識が甘いです。中身がおっさんな AI なら、熱愛発覚のスキャンダル、某お天気お姉さんみたいに電撃結婚することも絶対にありません。安心して押せます。その境地に達してないとはお二人ともまだまだですねとお叱りいただきました。それはちょっと訓練しすぎなんじゃないかなっていう、まあ、そうですね、AI のグラビアアイドルだったら、スキャンダルは起きないですからね。そうですね、なので、で運営者がバレた時に困るっていう、あ、確かにね、こんな汚いおっさんがやってたのかっていう作ってたのかと、